これか、平成の湯。おぉ。回復した。いやー、やっぱ天然温泉いいですね。自然に囲まれたいい温泉でございました。600円安いね。最近ちょっと、うちらの周りの方はね、結構値上がりして800円ぐらいになってるところが多いですけど。まあまあまあ、かなり山間部、ね、山の中は山の中ですんでね。そのあたりもあってかし、ですけど。600円と、かなりね、リーズナブルなところで、露天風呂もあってね、内湯風呂と露天風呂とあって、サウナもありますよっていう。サウナはそんな広くはない。まあ、マックス4人かなぐらいのね、ところではありましたけど、2段で。ちょうどいいぐらいの人の量ですね。もう全然ガラガラでね、っていうような感じではなく、そこそこ。地元のお客さんですね、もう見とったらパッと見たら、もう全部福井ナンバーですんで、まあまあまあ、ちょっと、県外ナンバーもあるかな。2、3台県外ナンバーも見当たりますけどっていう感じですんで。あのキャンピングカーの人とかは多分、あれかな、またかもしれませんけど。さあ、問題はね、宿なんですね。もし、毎日ね、あっちにするにしても、あとじゃあ、あとそうだ、最初にとかで、多分テロップ入れてるかもしれませんけど、なんか途中で大野城のところが、なんかラピュタのあれだ、どうのこうのって言ってましたけど、どうもあれは別の同じ天空の城って呼ばれてるところがなんか3つぐらいあるらしくて、あれ竹田城の方みたいですね。ですね、ここはまたちょっと見てたら、まあちょっと諸説あるみたいですけど、っていう感じでございますね。っていうところなので、はぁ、まあね、だいぶ疲れも取りまして、まあやっぱね、この首周りのね、ところがね、血流が流れるんでね、一気に楽になりますね。年取るとこのあたりリンパが詰まるのよ。っていうことでね、さあどうしようかなと思うんですけど、とりあえず大物の市街地の方に一回出るだけ出てみようと思います。ね、寝カフェとかはもう全然ないみたいで、ホテルとかもね、もうほぼほぼみたいな、ちょっと2万円ぐらいかかるようなね、ところとか、しかちょっと検索で出てこなかったので。まあ、とりあえず市街地出てみて、まあ、あれだったら、もうそのまんまね、福井の市街地出るのか、まあ、そのまま帰ってもいいですしね。夜に走ってしまって、行っちゃうっていうのも手ですからね。あの峠越えの家だから、北陸自動車道から帰るっていう手もありますけどね。ありっちゃありだけどな。で、サバ屋台で一回休むって言ってもありっちゃありですけどね。ま、ぼちぼち行こうと思います。まだ明るい。まだ6時なんですけど、だいぶ明るいですね。さあ、では、カメラも設置し直しましたし、行きましょうかね。ここからちょっとしばらく山道がちょっとしばらく続くみたいですけど、まあ、2、30分走れば、いけるみたいですよ。営業中。こっちにレストラン、レストラン営業してたんだ。まあでもさっき、ちょうど舞茸弁当食ったとこですからね、さすがにまだいいな。市街地でなんか食うか。なんか食って帰るか。あとなんか買えたらね。切符。まあ、ちょっと空売りじゃないですけど、あそこで買えばね、とりあえず、その、越美北線の、貢献にはなりますからね。大野の駅で買ったらね。越前大野駅だったっけな。はまあまあ。ちょっとカメラ下に向けすぎたかな。
調整が難しいぜ。はい。なんやかんや1時間ちょっとあるしだから、ちなみにあれですね、レストスペースみたいなところもあって、まあ小上がりというか、まあソファーがいくつか置いてあるっていうような感じで、まあ仮眠を取ったりとかそういうのはちょっと今、雰囲気ですけど、ソファーがスラスラと置いてあるんで、まあ、終わった後にね、ちょっとそこで、ドリンクもなんか、オナミンCじゃなくて、オロッポがあるって言ってたから、オナミンCも置いてあるはずか。ポカリスエットとか、サラダとかが、バイタル取ったんで、買って、ちょっとそこで、映ることもできますよ、ということで。今そこでちょっと、地図とかも置いてあったんで、観光案内とかもちらっとあったんで、そのあたり、貼り付けてあるの、ちらーっと見てて、なるほど。付け合い刃、まさに付け合い刃の、知識で、このから先に挑もうとしてるわけでございますね。本当は安全祈願のごちそうさまを見守ってくれてますよ。カカベスのジェット。あ、もうぜこの辺りは雪降りますからね。歪み。お湯でございます。結構トラック来るんですね。まあ、岐阜方面抜けるなら、ここから結局ベストウェイなんでしょうね。ウェイ。でもそっか、養老から先、養老じゃなくて、ダイアンから先のところがね、養老からさ、ね、その先、大垣とかの方まで、名神の方まで、ズトンと環状自動車道が繋がったら、また、最短の行き方変わってくるんでしょうね。多分、下手すりゃ北陸自動車道とかあっちの方から行った方が近くなるかもしれないですもんね。ああ、面白い構造や。なんだこれ、なんか面白い。歪み発電所なんだ、とか。こうやって段階的に発電所があるんですね。そこに向けて整備されてるスノージェットとかも結構、横から発電所の人向けのところでしょうね。スノージェットライカーブ、昔。深いですね。深いってなんか、くらい言い方だよね。別に方便ではないんでしょうけどね。こっちでは、カーブが深いって。強いカーブ、急カーブとかってね、カーブ、まあね、違うけど、深いカーブ、カーブが深いって。あるんでしょ。まあでも、標識で使われてるぐらいですからね。そんな方言がね、書いてあるってことはないと思いますのでね。